ラ・クーポール・ラ・クーポール、クーポールとは、フランス・パリ14区のモンパルナスにあるブラスリークーポールは、マル天井の胃。カフェとして紹介されることもあるが、公式にはブラスリーを歌っている。この評価、格付けの曖昧さについては、ブラスリーの項を参照。なお、本校では以降クーポールとのみ表記する。1870年からの不仏戦争を契機に、 アルザスロレーヌ地方からパリに移住した人々が始めた、ブラススリーは20世紀にかけて大流行した。サンジェルマンイコールデイコールプレには19世紀中に、すでにカフェドフロールやリップといった有名カフェや、ブラススリーがその地位を格好たるものにしていた。モンパルナスの後にクーポールが立つ場所は1000平方メートルほどの石炭置き場であったが、創業者のエルネストフローはここを買い取り、 1927年12月20日にクーポールを開業し、開業にあたっては2500人を招待した。モンパルナスだけにエコールドパリの芸術家たちも近所に生活していたため、彼らによる店内の装飾も行えた。クーポールは人気店となり、ピカソ、フジタ、黒糖、サルトルやヘミングウェイなどの顧客を得るに至った。地下界で行われたジャズの演奏も評判であった。 その後一旦の衰退を経て、1988年に店内を改装し2013年現在も営業を行っている。雰囲気は昔のままと評される。1000平方メートルほどの敷地を持ち、地下もある2階建てで2階にはテラスもある。アールデコ町の広大な店内にはそれぞれ絵画による装飾の施された32本、または33本の柱が立ち、 三百席ほどが確保されている。1988年一部が歴史的記念物に指定された。店内に設置されている像は東京池袋駅東口にある大地の像と同じもので制作者はともにルイデルブレである。地下界は以前は映画ラストダンスインパリでも使用されたダンスホールであったが2007年現在では 日曜午後だけ開放されている。パリメトロ4号線のババン駅より徒歩2分。ウィキメディアコモンズにはラクーポールに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。